こんにちは。こんにちは。田中紀康です。加藤美智子です。今日はベニーズワルツの動画になります。ベニーズワルツはステップが7つしかない単純なダンスだと思われがちですが、素敵な曲でとても華やかに踊れる種目になってます。この動画をきっかけにベニーズワルツに少しでも興味を持っていただいたり、始めてみようかなと思ってくださる方がいらしたらとても嬉しく思います。今日は7つのステップの中でもフレッカールを取り上げてみたいと思います。このフレッカールはベニーズワルツを競技会などで踊られている方でも避けがちなステップになってます。これを機にステップを覚えてみましょう。まずは私たちがベニーズワルツを踊ってみたのでご覧ください。まずはナチュラルフレッカールから説明します。まずタイミングの取り方ですが、3拍子なので 1-2-3-1-2-3 と数えても大丈夫ですが、6歩で構成されているステップになりますので、分かりやすく 1-2-3-4-5-6 とカウントを取ります。そして男性と女性は順番が異なるだけで同じ足型を踏むことになるのですが、男性と女性へ分けてそれぞれ説明してみたいと思います。押さえてほしいポイントは3つあります。1つ目は足型です。2つ目はフットワークです。3つ目が回転量に関してです。まずは男性の足型から説明してみたいと思います。男性の足型は前、横、前、横、後ろ、横という足型になっています。同時にフットワークも確認してみてください。続いて女性の足型をチェックしてみましょう。女性の足型は左足から横、後ろ、横、前、横、前の順番で足を出していきます。続いてナチュラルフレッカールを上から見た足型です。ポイントは回転量に関してです。教科書では4分の1回転、8分の3回転、8分の3回転、4分の1回転、8分の3回転、8分の3回転となっています。ポイントは回転量で覚えるとちょっと頭がパニックになって
来てしまいがちなので、あくまでも目安だと思って、ただ4分の1回転になった時は図のように T のような両足の関係になります。そして8分の3となったらさらに回転が強くなり、ハの字、かなり内側に足がこう向いたような形になります。思ったよりも足に回転があるというのがポイントですね。足が回転しないでただ歩くようなステップにならないというのがポイントですね。フレッカールはスポットでその場で踊る足型になりますが、足先の向きをその円の中心に向かって足を出していくようにするとうまく回っていけるようになります。続いてリバースフレッカールです。リバースフレッカールも回転方向が違うだけで、ナチュラルフレッカールと足型の覚え方は同じです。男性の足型を見てみましょう。足型は前、横、前、横、後ろ、横となっています。フットワークも同じですので確認してみてください。続いて女性の足型です。右足から横、後ろ、横、前、横、前の順番で足を出していきます。リバースフレッカールも上からの足元をご覧ください。以上、ベニースワルツのフレッカールでした。足型、フットワーク、回転量をメインに説明してみました。他にもボディの使い方やフレッカールのより上手な踊り方などはまた別の動画で紹介してみたいと思います。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それでは皆様またね。バイバーイ。バイバーイ。